これで多分今日のやつはラストになるかな。MQ さんとの試合です。対戦会の主催者の方ですね。でこの試合ですね、私バグショットはもう今回スミスだけでいこうと思ってたんですけど、ちょっとなんか直前の試合でなんか思うところがあって、スミスからルビーに変えてみた感じです。やっぱバグショットは連鎖してなんぼの武器で、あと攻撃力アップをつけると結構火力の不足するショットでも気にならなくなるので、こうわすげえラッシュ今ボム使ってもいいぐらいの強烈なラッシュだったかな。敵のラッシュとドローンが重なってうまいこと連爆してくれなかったって感じだったね。で一発当たった私実はちょっとまだルビーの女神に慣れてなくて、今のは結構なんか微妙な、なんか弾出してましたね。あー、で、雑魚敵の攻撃でやられるか。まあ、ちょっと冬疲れたところあったかな。で、ちょっと話がなんか途中でずれた気がするんですけど、まあ、攻撃力アップと爆撃ショットをつけるなら、まあ、スミスか、ルビーか、あとまあ、もしかしたらホストワンチャンあるかなって。ただ要は拡散タイプのショットを持ってるキャラを使ったらいいんじゃないかなと思ってたんで、スミスからちょっととりあえずルビーの方を使ってみようかなって感じで使ってみた感じですね。ただまあスミスでほぼ決め打ちしていた関係でルビーはほとんど使い込んでなかったので、ちょっと立ち回りはもうちょっと頑張れるところがあるかなっていう気がするんですけどね。まあ通常の立ち使用感はそんなにスミスと変わらないからそれはいいんだけど、よし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 、今のメガガン処理はなかなか良かったぞ。ボムを抱え落ちしないだけでももうだいぶ成長を感じられるよねもう前はもうボム2個抱え落ちとか普通に、まあ今でも起こるときは起こるけどね。さあここの変形はメガガン変形はどうなるかな。今のバラ巻きからのね、切り替えがすごいね。一発ドンって前に行ったのがうまく決まったね。というわけで、また、ワンワンに持ち込んでのラストマッチじゃない、ラストセット、ラウンドだ。ラストラウンドだ。ファイナルラウンドって言ってたよね、で、さーて、この子、メガガンは、かわせるか。だいぶかわしてたけど食らっちゃったな。怖いなこれ。ああ、やられたか。やられちゃった。